はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ブラックマジシャンデッキに新しいお友達が追加されてましたので、こちら使っていこうと思っております。リュウマド騎士ブラックマジシャン、これ名前見た時はね、みんながみんなね、うお、かっこよさそう、強そうと思ったかもしれないですよ。はい、リュウマド騎士、なんかちょっと若干ね、なんか似たような匂いを感じるよな似たような匂いを感じるんだけども、このモンスターね、問題児なんですよ。問題児、やっぱね、ドラグーンにちょっと恐れをなしたのかちょっとわかんないんですけども、性能がね、なんかね、ほんと旧石器時代みたいな性能してまして、まず、効果ですね。ブラックマジシャンプラスレベル7以上のドラゴン族戦速モンスター、まあだから、まあ、ガイアとか竜騎士ガイアみたいな、暗黒騎士ガイアとか竜騎士ガイアをイメージした、まあそのイラストにもなってますしね、そういうモンスターだったんですね。だから要はガイアとなんかブラックマジシャンの融合みたいな、そんな感じで、1番目自分のモンスターは貫通します、全部が、まあで、2番目、一旦に一度、フレームウィングマンの効果ですね。自分のモンスターが戦闘で相手モンスターを破壊するとバーンダメージを与えるという、そんな感じの効果で、3番目、このカードが破壊された場合にブラックマジシャンと竜騎士ガイアを1体ずつ、なんか手札かデッキ、草デッキ墓地から特殊召喚できるよという効果ですね。それだけですそれだけです、はいそれだけですか。何回読んだか分かんないテキスト、それだけですかって なるんですよね、これ。貫通、まあ、ダメージ与える、なんか破壊されたら出てくる、少なくともこれ破壊されたじゃなくて、相手によってフィールドが離れたとかにしとけよな、これね、これこの効果も。いやこれね、なんかね、まあ自分で破壊するっていう一応ムーブはできるのか、まあ一応言ってあるけど、あのね、まあ、性能として非常に残念な性能をしてるわけですよ、はい。なんで今日はね、強引にこのモンスターを活躍させようと思ってまして、まあ、どうやって出していくかって話なんですけども、まあ、例えば、まあ、ティマイオス、合体でティマイオス、これがレベル7以上のドラゴン族なんで、まあ、ティマイオスの融合効果で普通に出していける。それから、まあ、ティマイオスのマナコ、これブラックマジシャンをね、素材にしてますので、まあ、ティマイオスのマナコで出せる。あとは楽園融合ですね。楽園融合でブラックマジシャンと、なんか、アルバスを墓地を食って、で、ブラックマジシャンと、なんかルベリオンとかで。出せるみたいな、そんな感じです。まあミラジェード出すことが多いんですけど、ほとんどそれなんですけども、まあこっちを出すことも一応できるという感じですね。でブラックマジシャンギミックに入れてるんですけど、このモンスター、まあ本当はガイアに入れたかったんですよね。ガイアデッキに入れてこのモンスター出していくっていうのが、まあ、やっぱ一番なんかそれっぽかったんで、それやりたかったんですけども、ガイアデッキがあまりにも弱すぎて、なんか8連敗ぐらいしまして、8連敗ぐらいして、なんかちょダメだな俺ってなってブラックマジシャンだったら、まあそこそこギミックもまあそこそこ強いし、まあいけるかなと思って、ブラックマジシャンに入れた方がまだ活躍してくれたんで、こっちのギミックを使っていこうと、はい、いうふうに思ってます。早速ね、こいつの性能っぷりを皆さんにも、お見合いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ問題児モンスターを出すことは私はできるんでしょうか、果たして。あの問題児な、なんか他のモンスター出した方が強くねっていう場面が多すぎて、マジで出すタイミングわかんねえんだよな誰のこと言ってるか皆さんちょっとわかるかもしれないんですけども、まあサムネにもなってるかわかるかブラックマジシャンは墓地を食って特殊召喚。いやもうこれね、これ俺はね、ハッカー裏なんてケアしないよ。裏なんていうカードはケアしない。また持ってなかった気がするわ、まあ、チェーン的に。あ、楽園融合来た。なるほど。いや、でもこれ、ドヤ顔陣掛け成功していく。マジシャンズロット召喚ですかね。マジシャンズロット召喚ですね。で、効果発動します。これ、綱渡りだな、かなり。かなり綱渡り展開しております。確定サーチが今のところ1個もありません。あ、ロットぐらい。で、魔導陣発動。あー、OK! 来た。これ、でかい。で、魂拾えた。これマジでジン外れるパターンがね、結構痛いんでね、まあ、楽園融合打って、いやーこれスキルドレインいらなくねブラマジでスキルドレインを弾くとかいうマジでやばいこと起こせそうだけど、ブラックマジシャンガール、これブラックマジシャンガールとアルバスの楽園墓地送って、で、いやーこれスキドレだろ、スキドレストレッスキドレストレってどんな手札だよってなるけどね。スキドレ捨ててるの暴挙すぎるけど、まあしょうがない
正直スキドレ絶対あった方が強いと思いますけど、ちょっとスキドレってさ、なんかちょっと違うやん。なんかさ、ブラマジでスキドレ入れてる構築めちゃくちゃ多いから、正直俺はブラックマッシュ来た、でかい。俺はね違うと思ってる。あれはなんかちょっとなんかそういうことじゃないと思ってるわ。だってユーギさんスキドレ張ります？絶対張んなくない？これ絶対だけどね、これは絶対ユーギさんがスキドレなんて張るわけないんだから。いやこれで一応出せるけどな。いやちょっと問題児、後でいきます。で、ソウルズとブラックマジシャンを融合素材として並んだらキー融合を出していく。 OK。 でカード1枚セットして、まあ基本的にはこんぐらいで勘弁しといてやるわ。あ、ちょっとね、まあ強いのはもちろん勝ってるんだけど違うなと思ってます。個人的には入れないと勝てないっていうのは重々承知してますよね。あー、なるほど。これはスプライティングデッキか、それとも玄魔か。玄魔の開けねえか。とりあえず魔法カードが発動したため、超魔導士ブラックマジシャンズの効果によってカードを1枚ドローさせてもらうぜ。誰？まあハッカーなったとしても増字投げた方がいいね。増字投げる、一応破壊されたら一応ブラックマジシャンとブラックマジシャンガールが特殊ができるという効果あるんですけども、あ、抹殺強えな。なるほど、はい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 、まあいいでしょう。ね、一応、マジシャンズ破壊されるとブラックマジシャンとブラックマジシャンガールをデッキ手札墓地から特殊召喚できるっていう効果ありまして、これで展開はできるんで、まあワンドローは入んなかったけど、まあしょうがないかな。まあ一応ジンの除外あるし、まあミラージェントの除外もあるんでなんとかなるかなと。手札が出てきた、よし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 、いいぞ。手札からドライバーでできたら弱い。で、超魔導士ブラックマジシャンズの効果発動。強すぎて草なんだけど。なるほどね、いいでしょう。ブラックマジシャンがどっマジシャンズがどっか行かれるけど、これはだからレベル2を消していけばいいので、多分レベル2いるとね特殊ができちゃうんで、ガンマをまあ消して、で出てきたモンスターにまあ多分ジンタマでまあなんとかんじゃねえかな、さすがに。はい、 OK。 さあ人格に成功して相手の展開がこれで止まればいいんだけど、あー、なるほど、あ、そうかそうか、いたのか。まあとりあえずこれ打つわ。で魂打って効果発動、これ除外すればね墓地から蘇らせられないので、どんだけ相手が手札強くても多分こっから展開されることはないでしょ。俺こっから展開されたら俺怒るぞ、さすがに。で召喚金使った、まあこれ手札スターター当時なんでもいいんじゃない。だってこの手方がサタだったら俺さすがに切れる。で、魔導陣で対象将来神マジシャンズロット効果でブラックマジシャンリリースで回収と。さあもう取れ。いやなんか光ってんだよな。いやこれでスターターだったら俺さすがに大パン不可避なんだけど。止まる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 、さすがにさすがに止まれ。よし、あぶねえ。あぶねえ、マジで危ねえ。あー、はい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 、了解しました。ですね、そうですね、先に魂ぶち込みまして、ブラックマジシャンを特殊召喚していく。で特殊召喚で陣効果発動して相手の姿勢の開門除外でロット召喚効果発動で、ロットで持ってくるのはさすがにしもべで発動、これはねこうだね。で2ドローしちゃってよくて、あー強いね。でこうして、でこうしてオッケー。でカードセットもちろんオッケー。オッケー、よし。でそれだけそれだけするか。リーマーの奥士ブラックマジシャンはそれだけ。
こいつを出す意味は特にありません。じゃあ別に召喚ムービーとかもないんだ。別に召喚ムービーとかもないんだ。これもうなんか、じゃあもう何でもいいじゃん。で、魂持ってきて。いやどいやこれ何デッキだみたいになってるのこれ。はいはい。まあ貫通能力らしいがモンスターがいないから関係ないぜ。対戦ありがとうございました。これリューマのオークシブラックマジシャン、これいる？助けてくれ。リューマのオークシブラックマジシャンが全然出ねえ。出してる場合じゃねえんだよな。あ、ちなみに一応楽園融合型のあのガイア型のねデッキも一応試しまして、ガイアデッキはさすがにねガイアがね弱すぎてやばかったんで、ボツになりまして、で楽園融合をそのまま普通に楽園融合の中にブラックマジシャン入れるみたいな構築試したんですけど、それでもね正直竜騎士ブラックマジシャン、リバード騎士ブラックマジシャンを出す意味が分かんなくて抜きまして、いらないってなりまして、まあやっぱりブラックマジシャンが一番まあ適任かなと思ってブラックマジシャンデッキ使ってるんですけど、一応全てを試した上で、この構築にたどり着いております。ガイアで楽園ガイアの中にはガイアが弱くてダメで、で楽園デッキはこれリュバド騎士ブラックマジシャンいらないなってなってダメで、まあ、ギリギリ採用できるかなというのが、まあ手前をそのままでも出せるし、まあ、ブラックマジシャンデッキなのかなと思ってます。普通にそしてミラーですね。はい、なかなか相手強ハンドなんじゃないですか。これロッドソウルズ揃ってる時ブラックマジシャンって結構強いですからね。とりあえずジンタマか。はい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 、いいでしょう。ジンタマ超えていかなければならないで、ハカーナ持ってこられた、あんま意味ないかな。そうだね、まあイリュージョンオブカオス発動して、何持ってくるのがいいんだろうな。まあこれでもさすがにロットかな。ジンタもあるからどっかで除外されるんだよな。ブラックマジシャンがねなんか盤面に用意できるんだったらブラックバーニングマジック持ってて、なんか普通にその全部っぱみたいなことできたんだけど、まあマジシャンズロット召喚して効果通る。なるほど。いや一回キマイラじゃねえかなこれ。一回決まれない気がするんだよなこれ。さあ黒魔術の秘技を発動するぜ。黒魔術の秘技の効果、ブラックマジシャンを含んでいれば融合または儀式ができるぜ。誰がブラックマジシャン融合モンスターと言った。俺は今から貴様の貴様のフィールドを爆破してくれる。いけ令和のキマイラ、ガーディアンキマイラ融合召喚、成功時効果発動。さあどうする。チェーンなしだと。なるほどな。とりあえずマジシャンズサルベーションを発動するしかねえか。マジシャンズサルベーションを発動。マジシャンズサルベーションによって永遠の魂をセッツ。ピッ。そして一旦準備するか。準備発動。ブラマジは一応持ってこれるから融合はできるか。なんとかなりそうだな。で幻想の乱らい魔導士を特殊召喚。魂あるからワンキルは取れねえんだよな多分。で幻想の乱らい魔導士効果、ブラックマジシャンを手札に加えていくぜ。そして、合体類手前足の効果発動。ティマイオスのマナコの効果を内蔵し、まあ、ティマイオスのマナコって融合効果を内蔵しているぜ。合体竜ティマイオスの効果発動、融合召喚を行う。いやーここでなんですよね。いや竜馬同騎士ブラックマジシャン出しても結局ワンキル取れないんだよな。貫通はあるけどな。ブラックマジシャン出てきてワンキル取れないから、だしかもあれかブラックマジシャンとドラゴン族だからモンスターあれだもんね。モンスター数変わんないもんなこれ。いやー微妙。いやまだこれ並んだだけ融合の方がよくないこれ。
いやそうこうなっちゃうんだよね。なんかこいつ出すタイミングどこってなるんだよこれ。これ出したってこと今勝てないしな、これ勝てないんすよ。いやだったらこっちじゃない、これとさ、これでさ、でこうして、こうして、いやーまあでもなんか出てきたところで、ここリューマンのオキシブラックマーシャン出したところで多分キル取れてないしな。あ、いや墓穴あるから、ちょミスったわ。いや普通にミスった、墓穴。うわー俺墓穴持ってんの完全に忘れてたわ。ちょ墓穴でブラックマーシャン除外してなかったんだ、やべえ。うわ今竜騎士ブラックマーシャンだったかもしれない。やばい、リューマーの騎士ブラックマーシャン出してたら勝ちだったかもしれないこれ。うわこれやったわ。いやこれやっぱさあれだわ、じゃあこれね、いやこれ俺や、俺勇気にはなってなかったわ、ごめん。今リューマーの騎士ブラックマーシャン出して多分貫通するから実質フレームウィングマンなんで、でぶん殴る。いやーこれここじゃなかったな、墓穴使うの絶対。僕は闇遊戯には慣れておりませんねこれ、完全に。これでこれで俺このデュエル負けたら笑いもんだぞマジで。さあ超魔導士ブラックマジシャンズからのマジシャンズロット回収はせんくてよくて、あスキルドレインか、なるほどね、スキルドレインは強いが、あーなるほど、しもべ魔導陣やべえ。やばい、それはやばい、やばい。やばやばい、どうした魔導陣、やばいやばいやばい、マジやばい。ちょっと待って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 、除外すんのやめて、俺のブラックマジシャンズ除外すんのやめて、やばいか、やばいカードってことが決まった。ちょっと待ってね、ブラックマジシャンカード出てこないよね。あああ、えこれ俺もしかして負ける、負けやん、負けたんだけど。あまだ、いやまだ打点足りないか、いやまだ打点足りないか、2500 2600、えでも全部っぱされんの俺、え無理じゃない、やばすぎ。え嘘でしょ、うわー信じればよかった、リーマの騎士。いやこれはねモンスターが悪いんじゃない、プレイヤーが悪いのよ。